皆さんこんにちは、赤見ちゃんです。今回は冬なんですけど、久しぶりに野営をしようと思って河川敷に向かっております。で、実は年末からコロナでドッタバタだったんですけど、ようやく初詣が終わって我が家に平穏が訪れましたんで、うまいつまみで熱燗でも決めながらね、今回のコロナ騒動と初詣、神社つながりで酒の魚になるような話でもできればいいなと思っております。ぜひ最後までお楽しみください。久しぶりに来たね。今日は八重駅でございます。よし、じゃあ設定しましょうか。で、まあコロナですね、嫁がですね、年末に39度近くの熱が、出まして、相変わらず焚き火くせえなこれ。で、僕も嫁もね、このコロナ禍の3年間ずっとかかってなかったんですけど、まあこれはもうとりあえず検査せんにゃあかんやろうと思ったんですけど、まあ、ずっとね、かかってなかったもんですから、まあ、3年前のね、イメージで、もしかしたら、診察、たらい回しにされるんかなとか、田舎だったらね、最悪村八分にされるんじゃないだろうかとか、まあ、そういういらん心配も、まあ、ちょっとしてたんですけど、まあ、でも今は普通に、コロナ検査でね、まあ、ググったら、出てくるんですね。それは別に大きな病院じゃなくても、開業医さんとか、薬局とかでもね、検査してくれるそうなんで、じゃあ近くのお医者さんで見に行ってきなさいということで、で、行ったんですけど、まあでも、病院の中には、入れなかったらしくて、駐車場で、鼻に綿棒を突っ込まれて、結果出るまで、待ってなさいってことで、で、ちなみにこれ、PCR 検査じゃなくて、抗原検査やったんですよ。で、駐車場で待ってたら、15分後ぐらいにスタッフさんが、来て、で、ジェスチャーで、バツっつって、バツ、はい、陽性みたいな感じでね言われたらしいですね。硬いなこれ、ちょっと待って、ポールの長さどれだけ、170とか。よし、これで貼ろう。で、まあ、それで嫁が家に帰ってきて、さあどうするってことで、で、もう嫁はもう年内の仕事も休むしかないんで、まあ、治るまではね、家でチンとしておりなさいということで、まあ、これは手間面で、家でね、じっとしてなさいっていう意味なんですけど、で、まあ、幸い僕は、年末最後の撮影終わった直後だったんで、途中の会話がわからんんですけど、年末はね、もう2人でおとなしく家にこもるしかないと、いうことになったんですよ。いいね。で、まあ一応嫁はバリバリってわけじゃないんですけど、まあ一応医療系なんで、仕事復帰するときにはまあ、ちゃんとした規定があるということで、7日間は家にいてくださいということになってました。あれと思って、確か10日間じゃなかったかなって思ってたんですけど、なんか聞くところによると、最近は7日間でなんか緩和になった、業種というかね、職場もあるみたいですね。しかもそれが、それが発症日じゃなくて、検査して陽性になった日を、ゼロ日として、数えるらしいです。で、それもただなんか、4日過ぎればいいっていう、だけじゃなくって、発熱がないこと、あとは症状がないこと。で、この2つの条件をクリアすれば、復帰できるらしいです。で、症状が来るって、なんか曖昧な表現だなと思ったんですけど、なんかそれ、詳しく聞いてみると、コロナの後遺症がなんかわかんないんですけど、発熱はないんだけど、喉と鼻水がね、ずっと残っちゃうケースが多いみたいで、症状が軽いっていう人は、まあ、そういう人たちはまあ除外しましょうということで、症状が軽いっていう表現に、なってるそうでした。ということでね、僕も家にこもる前に検査キットを買って、いや絶対俺もうつるんだなと思いながら、まあ、覚悟決めてね、正月休みに突入したんですけど、一旦この設営終わらせますね。これやってるだけで生ききれるんで、はい。はい、設営完了です。今日はね、ピラミッド張りですね。 DD タープ 4×4 のピラミッド張り、ポールの長さは、170でしたね。ちょっと忘れてて、かなり苦戦しましたけれども、はい、ちなみにここね、上岸寺川の河川敷ですね。ここに来たのはおそらく1年半ぶりぐらいかな。一昨年の夏以来に。おはようございます。
で水汲みに行って戻ってきたんですけど、このねあんまりにもあんまりにも素晴らしい晴天でポッカポカで暖かくてちょっと眠気が襲ってきまして、あの昼寝してしまいました。まあでもね11月ぶりの晴天日らしいですね。どんだけ天気悪いんだよと思うんですけど、てことでね、寝起きの一杯で乾杯しようと思います。よいしょ、それではね、11月ぶりの晴天日に皆さんのご多幸と癒し会に乾杯。で近くで河川敷の工事やっててちょっとうるさいかもしれないんですけど、すいませんそこはねお許しください。であの嫁の容量はねあの1月2日までだったんですけど、まあ幸いねあのそのまま収まって、でちょっと遅くなっちゃったんですけど初詣も遅れて行ってきました。で、初詣といえばですね、僕はあの結構神社とかお寺さんが好きなんですけど、皆さんはあの初詣に行く神社ってあのどうやって、決めてますかね。まあ、どこがいいとかね悪いっていう話ではないんですけど、我が家ではね、近所のいわゆる、氏神様、まあ、近所の神社ですよね、そこ と、 あと県内で、まあ、富山県内で有名なあの一宮って、呼ばれてるあの神社に行くのが習慣に、なってます。富山県だったら越中一宮高瀬神社っていうのがあるんですけど、そこに行ってますね。であの多分というか必ずあの皆さんが住んでる地域にも一宮って呼ばれる神社があるはずなんですよ。でこれが結構面白い話で、あの奈良だったか平安時代だったかもう結構昔ですよね、6世紀7世紀ぐらいかな、あの各地域に、まあ、その頃は国って呼ばれてますよね、お国というかね。であの国にある神社にあの社格っていうのを格付けしたらしいんですよ。でその国にあるあの一番社格が高いところを、一宮って言って、で次が、二宮、でその次が三宮って呼んだらしいんですよ。でこの社格っていう制度は結構最近まで残ってて、あの二次大戦後に、廃止されたらしいんですけど、まあ、今でもその名残でね、あの越中一宮高瀬神社みたいにあの神社自らがあのおらんとこ一宮長いと名乗ってる場合があるんですよ。で、ここまでやっておいて着火剤を使うんですけど、お約束になっとるよねもうね。いやーいい夕日やね。で、あの一宮やから何や違いと一宮だからって何なのっていうことですよね。でこれはね、その、まあ、平安か奈良か分かんないんですけど、あの朝廷から太政官って言って、あの地方のね、あの国府、まあ、政治を行うところに、派遣されて、まあ、政治をするわけなんですけど、彼らのそのお役人さんの大事な業務の一つに、あのこの国に赴任してきたんだったらその有力な神社に参拝しなければいけないっていうお勤めがねあったらしいんですよ。で当時のその神官とかあの神職者って今ではもう想像もつかないぐらいに影響力とか崇拝されてるというかね、信じられてる対象、なんで、まあ、結構偉いと、お前富山に来たなら前挨拶ぐらいしに来いまと顔出せと、いうことなんですよね。まあでもその地域にね、あの神社1個じゃないから、あのこっちに来いあっちに来いみたいな、まあちょっと揉めたりするん でそこ揉めないように参拝の順番を決めたのがあの社格って言われてて、一宮っていうのがその地域にあの一番格が高いとして、最初に参拝する神社と、されたらしいんですよ。いいね。でそんなやっぱ昔から、一宮って、まあ、格が高いって言われてるから、全国的にも、まあ、有名な神社になってることが、多いんですよ。例えばですけど、あの信濃の国一宮って言ったらあの諏訪大社だし、出雲の国一宮って言ったら出雲大社だし、摂津の国とかだったら住吉大社とかね、まあ、なんかどっかで聞いたことあるなみたいなね有名な神社が多いんですよ。
特級呪術師五条悟みたいなね、かっこいい感じするんですけど、これは僕はあのコロナでね引きこもってる時にアマプラで呪術廻戦を見た感じなんですけど、まあそれはどうでもいいとして、まあとにかく一宮っていうのはその地域で格が高いとされてきた歴史があるから、あの初詣で賑わうんですよね。すごく人気がある神社とか、まあそういうのがあの理由の一つだったりするらしいです。いや寒くなってきたね。現在幕内 5.7 度、幕外 3.3 度です。まあこの差が未だによく分かんないんですけど、あーうめえ。ということで我が家の初詣はあのつまりね一番初めのお参りってことで越中一宮高瀬神社に、まあ、行ったわけですよ。でこういうのってあのよいしょ、歌にありますよね。あの一番初めは一宮みたいな歌あると思うんですけど、知ってますか。あの最初にお参りするならここでしょうっていう歌があるんですけど、あの一番初めは一宮、二は日光東照宮、三は桜の総五郎、四は信濃の善光寺、五つ出雲の八代っていう歌があるんですけど、知りませんかね。でもこのチャンネルの登録者さんね、あのアナリティクスを見る分には視聴者さんのねほとんどがあの 4,50 代らしいので、おそらくねちっちゃい頃どうせスマホとかタブレットないじゃないですか。僕もそうなんですけど、だからなんか幼稚園とかねちっちゃい頃にあのお手玉とかでね遊んで歌いませんでしたかね。でちなみに5番以降の歌は6つ村村鎮守様、7つ成田の不動産、8つ八幡の八幡宮、9つ荒野の弘法山、10は東京泉岳寺っていうあの歌なんです。であのこのままこの河川敷で歌っちゃうと パレピになっちゃうんで、あの歌いません。まあこれぐらいにしときますけど、とりあえずね今日のご飯はあの煮込みうどんにしようと思います。でまあ八重だから、八重というかまあ河川敷だからそんなにね大したもん持ってきてないんですけど、この鍋のアルミのうどんと、肉ワンタンと、あとはねこのコクうまキムチをアジャストしようと思います。うわ寒くなってきたな。外気2度、下がるの早い。よし、あとは頃合いを見てアジャストするだけですね。焚き火にいいかな。よいしょ、よっ、ああいいね。いいね、今日はまったりって感じやね。キムチ入れたのは正解でしたね。はい、で次ね、冒頭でも言いましたけど日本酒と親父臭いつまみを決めたいと言ってましたけど、これ焼こうと思ってます。イカ、一夜干し富山名水黒部の、湧き水仕込みということで、こいつを焼きたいですよ。で久しぶりに今日は炭を持ってきてます。大丈夫よ大丈夫でしょ。であのイカを焼く時のアドバイスなんですけど、アドバイスというかコツというか、焼けてから裂くとすっごいね手が厚いんで、あのあらかじめね切り目を入れとくと焼いた後にあの裂きやすくなりますんで。あとは銀盤酒造株式会社、富山県黒部市荻生ですね。おっさん、あこぼれた、もったいね、もったいね。はい、先ほどはいきなり歌い出しすいませんでした。でこの数え歌なんですけど、あの一番初めにお国のあの一宮に、参って、次からは全国の有名な神社とかねお寺を、巡ってる歌なんですけど、でなんかお遍路の楽しい歌なのかなと思いきや、なんか実はあの非常に悲しい気持ちになってしまう歌で、あの歌詞にはね実は続きがあるんですよ。いただきます。うん、うまい。
で、その勝っていうのは、これほど心眼かけたのに奈美子の病は治らない、555となる汽車は竹雄と奈美子の生き別れ、二度と哀れぬ汽車の窓、泣いて血を吐くホトトギスっていうね、なんともなんか元も子もないようなね、悲壮感あふれる歌なんですけど、まあ要約するとね、病に伏せる恋人の奈美子さんのために、竹雄がね、全国回って願掛けをするんですよ。で、10箇所も願掛けをしたのに、奈美子の病気は治らなくて、で、そうこうしてるうちに竹雄は徴兵されてしまって、もう二度と会えんだろうと電車にね、乗り込んで、555と汽笛が鳴るところで、奈美子は血を流しながら泣いて悲しんでるっていう歌なんですよ。もう何とも言えない雰囲気になってしまうんですけど、こんな悲しい歌なのに、富山県のね、特に御西部の海側のところにはね、この歌を歌いながら大騒ぎする祭りがあるんですよ。この動画を見てるね、富山県の視聴者の方の中にもドキッとした人いるんじゃないですかね。ちなみに僕もね、大騒ぎしたくなる人間の一人なんですけど、焼けたイカを入れます。で、気分が沈んだところで話をね、一宮に戻すと、一宮って原則として各県に一つ一箇所だけなんですよ。そりゃそうですよね、体一個しかないんだから最初に参れるのは一箇所しかないはずなんですよ。まあ、なのになんとですね、富山県には一宮が4つもあるんですよ。で、どうして4つあるのかはよく分かってないらしいんですけど、で、御朱印を集めるの好きな人たちいますよね。なんかお遍路とかあると思うんですけど、それと同じように全国の一宮を巡礼しようっていう人たちもいるんですけど、富山県が最難関って言われてるんですよ。というのも、その富山県の一宮の一つの小山神社ってとこあるんですけど、立山山頂にあるんですよ。3003メートルとのところにあって、日本一高いところにある一宮になってますよ。まあ、今はでも冬なんで雪に飛ばされておりますけれども、春になったらもう出てみてはいかがでしょうか。ちなみにね、富山県民であればね、小学校の時に立山登らされるんで、ほとんどの人がねお参りしたことあるんじゃないかな。ということでね、年末から我が家はコロナでドタバタだったんですけど、まあようやく一宮にお参りに行けて平穏が戻ったというお話でした。あー、うまい、これすっげーうまいな。うわー、寒い。寒い、うわー、寒い。あー、タープ凝っとんな。放射冷却やばいね。あんなに晴れとりゃタコールはな、あります、パリパリ。サビー、よいしょ、帰ろう、よいしょ。よいしょ。よいしょ。1,2,3と。いい。酒も飲んで、もう結構ベロベロ。歌っとったしね、歌。歌っとったしね、もうベロベロなんですけど。帰ろう。はい、ということでね、あとはもう寝るだけなんで、幕内でもうちょっと飲んで寝ようと思います。ということで、今回の動画は以上になります。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。